浜中治。浜中治は、真中治、1978年7月9日大は、和歌山県田辺市出身の元プロ野球選手、外野手、右投右打、コーチ。2015年から阪神タイガースで打撃コーチを務めており、現在は一軍打撃コーチを務める。田辺市立早商、同盟幼中から進んだ南部校では投手として、また打順は主に1番で活躍したが、甲子園に出場することはなかった。投手で1番打者だったことについては、4番に座ると、練習試合でも相手投手がみんな敬遠してくるので、1番を打たされていたとインタビューで答えている。高校通算51本塁打を放っているが、51本目は全国高等学校野球選手権和歌山大会準々決勝の成林校戦で吉見雄二から打ったレフト場外に消える民家直撃弾であった。1996年のドラフト会議で阪神タイガースに3位指名を受け入団。入団会見では甲子園で場外ホームランを打ちたいと発言し、和製大砲到来と期待された。入団1年目からウエスタンリーグで4番を打ち、球団では掛布正幸以来となる高卒新人でのスタメン出場を果たすなど頭角を現すが、最初の数年間は1軍と2軍を往復する日々が続いた。2軍では当時チームメイトだった佐々木誠から熱心なアドバイスを受けた。登録名を本名から浜中治に変更しブレイク。母の日の5月13日、母親をスタンドに招待していた対広島東洋カープ戦、甲子園球場でプロ入り初本塁打となる。さよなら本塁打を放った。しかし母親はこの本塁打の時には球場を後にしていた。後半戦は3番に定着し初の規定打席到達、13本塁打を記録。は、春季キャンプで視察に訪れた長嶋茂雄から直接指導を受けた。この時視察後の長嶋に名前を浜田と言い間違えられる一幕もあった。7月24日の対読売ジャイアンツ戦で、さよなら本塁打を打つなど活躍するが、8月に名古屋ドームでの試合でダイビングキャッチを試みた際に親指を骨折。規定打席到達を逃すが、打率3割18本塁打をマーク。この年オフには、第15回IBFインターコンチネンタルカップ日本代表に選出され出場した。は、開幕から4番に座って5月中に10本塁打に到達し、打点を量産したが、5月20日に対広島戦で一塁への牽制球の帰塁の際に右肩を負傷。さらに6月13日の対巨人戦では送球の際に右肩を脱臼し、ファン投票で選出されていた7月のオールスターゲームの出場は辞退することになった。手術で後半戦を棒に振るが、日本シリーズには指名打者などで出場した。背番号を31に変更し、復活が期待されたが、再び右肩を痛めて、手術を受けた。この時、公表されなかったが1度目の手術で埋めたボルトが砕けていたことが見つかり、取り除くため7月と9月の2度手術を受けていた。同年は17試合の出場に終わった。2005年はセパ交流戦で指名打者として復帰し、交流戦終了後は、代打での出場が主になった。最終的に78試合に出場し2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。は5年ぶりに登録名を本名に戻し、背番号を5に変更して完全復活へと挑んだ。開幕スタメンこそ逃すが、打率 435.10 本塁打、打点22をマークし、3.24 月度の月間 MVP を獲得する活躍で6番に定め、後半は今岡誠の故障もあり、5番打者として起用され、最終的には20本塁打と自己最高の成績を残した。また、同年7月14日のオールスターにファン投票で選出された巨人、当時の小久保裕紀野手が怪我で出場を辞退したため、代替選手として出場した。翌は自身の不振と故障、林武史介や櫻井光大の台頭があり、1軍と2軍を往復するシーズンとなり、結局打率193、本塁打6、打点14と不本意な成績に終わる。度重なる怪我のため、阪神では戦力として計算しづらくなった。11月26日に、安部健太、平野啓一との交換トレードで、吉野誠と共に、オリックスバファローズへの移籍が発表された。12月3日付で、オリックスの支配下選手に登録され、12月5日に入団会見を行い、背番号は7番と発表された。オリックス球団は、大阪府下での主催試合で、一人でも多くのファンの方に野球を生で楽しんでもらいたいという浜中の意向から、背番号にちなんで各試合7名ずつファンを招待する、浜中治のラッキー7シートを実施することになった。移籍初年度のは、6番、右翼手として開幕戦に、スタメン出場。4月1日の対埼玉西武ライオンズ戦では、西口文也から、逆転決勝1号満塁本塁打。4月30日の、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では9回に、青山浩二から、代打同点3号2ラン、5月6日の対、千葉ロッテマリーンズ戦では、成瀬義久から逆転決勝4号2ランと、開幕直後はチャンスで好打をたびたび放った。しかし、打率は伸び悩み、大石大二郎に監督が変わると、スタメンから外れるケースも多くなった。7月中旬に一旦2軍降格、8月初旬に1軍に復帰した。復帰直後は、まずまずの打撃を見せたものの、坂口智隆、下山真司の活躍やルーキー、小瀬博之の台頭もあり、出場機会をあまり得られなかった。最終的には85試合に出場して打率、253、9本塁打の成績に終わった。前年ほどの不振ではないにしろ、カムバック賞を獲得した平野とは、対照的に期待された成績を残したとは言い難かった。開幕1軍入りを果たすも、出場機会をなかなか得られず、4月27日に登録抹消。その後、2軍でシーズンを通じて、岡田隆弘の21本に次ぐ、チーム2位の13本塁打を記録するなど腐らず、結果を残して、7月31日に再昇格。8月2日の対西武戦では、2回裏に西口から先制3弾を放つと、延長10回裏には岩崎哲也からサヨナラソロ本塁打を放つ活躍を見せた。1試合2本塁打は阪神時代の2006年4月25日の対横浜戦以来だった。次の対楽天3連戦でも2本塁打を放ち、昇格した日から1週間以内で4本塁打を放った。しかし、その後は勢いが長続きせず、9月3日に2軍降格。結局は打率208、6本塁打12打点と不本意な成績に終わった。は、阪神時代の恩師である岡田彰布監督が就任したが、4試合の出場に、とどまり2軍では89試合に出場して、チームトップの打率292をマークしたが、同年10月2日、戦力外通告を受けた。2010年11月10日に、ヤクルトへの入団が決定。12月3日に入団発表が行われ、背番号は0から再起をかける意味で、0となった開幕戦を3番レフトで先発出場したが、シーズンを通した出場は5試合止まりだった。9月30日、限界を感じたという理由で今季限りで引退を発表。12月2日、自由契約公示され引退した。2012年1月から2014年12月までは、おはよう朝日です。ABC テレビが関西ローカルで放送中の情報番組で、金曜日のスポーツキャスターを担当。朝日放送、スカイ A、タイガース AI の野球解説者、デイリースポーツ野球評論家としても活動していた。2013年度からは、熱血、タイガース等。サンテレビのプロ野球オフシーズン限定番組で、タイガース党幹事長という肩書きで、総合司会を務めている。朝日放送の解説については、2012年のみ、ABC ラジオの制作による、オリックス主催試合の裏送り中継を中心に、出演。2013年からは、テレビラジオとも、関西ローカルの阪神戦中継で、本格的に解説を務めている。同年11月17日には ABC テレビの企画の一環として神戸マラソンで人生初のフルマラソンに挑戦。5時間32分24秒で完走した。2軍打撃コーチとして阪神に復帰。熱血。タイガース等2014年度版の放送期間中に復帰が決まったため、同番組を2014年の最終放送12月26日で降板した。放送上は幹事長の給食委。なお、阪神での現役時代のチームメイトだった金本智明が2015年のシーズン終了後に1軍監督へ就任したことを受けて、2016年に1軍打撃コーチへ移動。なお、試合中はベンチ入りできるコーチの枠の関係からトレーナーとしてジャージ姿でベンチ入りしていた。2017年からは再び2軍打撃コーチを務める。2019年は1軍打撃コーチ。怪我で2003年、2004年と2度の手術を行った右肩はランナーを抑止できない弱肩と言われていた。元々の怪我はただの脱臼だったが、完治しない状態での強行出場を監督に強く直訴してはし、無理をして大怪我を負った。それが完治しない状態で、再び強行出場し、やはり無理をして大怪我を負った。結果的には最初の脱臼よりも、その後の2度の大怪我が致命的となった。2006年に浜中が右翼手として復帰した際には、ランナーを2塁や3塁に置いて打球が右翼に飛んできた場合、すなわちバックホームが求められる状況の時、2塁手が通常よりさらに深いところで中継に入り、浜中の弱肩をカバーするという方法が考えられた。守備の負担軽減のため、右翼手から一塁手へのコンバートも一時提案されたが、浜中本人がコンバートに難色を示したことと、広島から移籍したアンリ・シーツが小一塁手に固定されていたため、コンバートの話はなくなった。2003年7月に離婚していたが、2006年1月22日の女子バレーボール JT マーベラスの試合に、浜中が帽子にサングラス、マフラーという変装で観戦に現れたことがきっかけで、翌23日にサンケイスポーツが、浜中と JT 所属の菅山薫選手が交際中、と報じた。この報道に対して二人とも交際を否定した。その後2008年12月6日に一般女性と再婚したと発表した。プライベートでは大引刑事や阪神時代の同僚である藤本篤や赤星則弘と交流がある。藤本とは自身の現役最終年にあたる2011年シーズンにヤクルトで再びチームメイトになった。赤星、藤本とは引退についての相談もした。以下はいずれも ABC ラジオで放送される番組。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。